墨田区子ども商店街。今回は堤通り2丁目にある梅若橋コミュニティ会館の子どもたちが地元のお店を紹介してくれます。さて、どんなお店でしょう。梅若橋コミュニティ会館です。私たちが紹介するキゴナ亭さんは20年以上やっているのに、とてもお店が綺麗です。お店は毎週水曜日と火曜日がお休みです。実際にお店を訪問した子どもたちは、お店の人の仕事ぶりや食材へのこだわり、どういう思いでお客さんを迎えているかなどについて多くのことを学びました。蕎麦を作るために使う水は栃木県の矢板という場所から湧き水を汲んできているそうです。その話を聞いて私も汲みに行ってみたいなと思いました。その蕎麦切り包丁を見せてもらいました。普通の包丁は刃が両面についていますが、蕎麦切り包丁は片面にしか刃がついていません。それは切った蕎麦を揃いやすくするためだそうです。店主さんはもともと会社で働いていたのを辞めて蕎麦屋さんになったそうです。お店で使っているネギはスーパーで売っているネギではなく、特別なネギを使っていました。根っこのついた特別な人しか生産できない千住ネギだそうです。蕎麦屋さんの厨房には秘密がいっぱいでした。そんなお店の秘密を絵に描いて教えてくれました。お蕎麦屋さんの厨房にあった麺を茹でるための機械だそうです。ここで茹でるところになっていて、茹でるところに網が入っていて、そこで麺を茹でて網の部分が動くようになっていて、冷やすところに麺が移動すぐに移動できるようになっているそうです。冷水の隣には氷水が入っていて、すぐにキュッと締めてコシが出せるようになっていました。もう一個の秘密はさっき出てきた千住ネギで、千住ネギには根っこがついていて、普通のネギよりも硬くて、ネギだけの市場に売っているそうです。いかがでしたか。子ども商店街は食育を通じて児童館と地域のつながりを深めることを目指しています。お蕎麦はとても美味しくて、もう20年ほどもずっとお店をやってるとは思えないほど綺麗でした。店主さんは優しくて、店内もリラックスでき落ち着ける空間でした。お蕎麦も優しい味のおつゆと、蕎麦は甘くてさっぱりしていました。とにかく秘密がいっぱいありました。実際に重たい本物 その包丁だったりとか、実際に蕎麦も食べさせていただきまして、すごいみんな喜んで、はい、参加させていただいたかなと思います。過去にここのコミュニティ会館で、蕎麦打ち体験を、実際ここで講座としてやっていただいたお店だったみたいなので、すごいまたちょっと関係性が、またより良くなってですね、すごいこの今回の子ども商店街参加してよかったかなというふうに思ってます。子どもたちが地域のお店とつながる子ども商店街、墨田区ではこれからも子どもたちと地域の連携による食育を推進していきます。